皆さんこんにちは、ラーメン YouTuber のカイトです。いつも動画を見てくださりありがとうございます。今回ですけども、東京都豊島区の池袋駅から徒歩5分くらいのところにある成竹さんに行ってきました。成竹さんは千葉県船橋市に本店がある背脂がギンギンに効いたラーメンを堪能できるお店です。またこのチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しているので、ラーメン好きの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは早速行ってみよう。こちらが成竹さんのメニューです。基本ベースは醤油ラーメン、味噌ラーメン、辛うまラーメンになっており、その中でチャーシューや味玉、ネギ、もやしなどトッピングの種類が変わるメニュー構成になっています。実は私カイト、過去に何回か伺ったことがあり、毎回醤油ラーメンを注文していて、今回はせっかくの機会ということで、まだ食べたことのない味噌ラーメンをお願いすることにしました。チャーシューが美味しそうだということで、味噌ラーメンの中でも味噌チャーシュー麺を選択し、背脂はさっぱり、普通、ギタギタの3種類から選択することができるので、今回は当然のごとくギタギタでお願いしました。卓上の調味料はブラックペッパー、お酢、一味唐辛子、ラー油、醤油が置いてあることを確認しながら待っていると、やってきました。こちらが味噌チャーシュー麺です。まず目に入るのは、丼をほぼ覆い尽くすくらいの巨大なチャーシューが複数枚入っており、これは食欲そそるなぁと思い、もう少し細かく見ていくと、具材はメンマ、チャーシュー5枚、ネギ、隠れて見えませんがもやしやニラも入っています。ラーメン YouTuber を始めてから10キロ近く体重が増えたので、さすがにまずいと思い、最近プールに通っていることをお伝えしたところで、いただきます。まずはスープから。スープは見ていただいたように、背脂ラーメンのお店の中でもたっぷり背脂が入っている印象で、一口食らってみると塩気が強めの味噌と背脂が合わさってジャンキー感あふれる危険なスープ。映像をよく見ていただきたいのですが、背脂が多すぎるのか味噌のとろみなのか、どちらも合わさってなのか分かりませんが、スープがほぼ固形化しており、こってりラーメン好きをうならせるドロドロスープに仕上がっていました。こってり好き、濃い味好きの私カイトにはたまらないドロドロスープを堪能したところで、麺を食らっていく。麺は標準よりやや太めのストレート麺。映像でも分かるように背脂がまとわりついており、小麦の甘さと背脂の甘さが合わさって相性抜群。硬さは標準くらいか標準より気持ち固めに仕上げられており、歯ごたえもよく、濃いめの味噌スープに負けない存在感のある麺に仕上がっていて、完全に個人的な意見ですが、これまで何回か食べたことのある醤油ラーメンも美味しかったのですが、個人的には味噌ラーメンの方がさらにパンチがあって好みだったので、もっと早く味噌ラーメンを食べておけばよかったと思わせてくれる美味しい麺やスープでした。そんな麺やスープはネギとの相性も抜群で、平日の夕方にもかかわらず半分近くの席が埋まっていて、君たちほんとラーメン好きだなぁと周りのお客さんを見渡したところで、メンマの登場です。メンマはコリコリ食感が強めなタイプのメンマで、味付けはいい意味で濃すぎず薄すぎず、安定した味わいのバランス型のメンマでした。そんなメンマを食らっていったところで、大変長らくお待たせしました、着丼した瞬間からオーラを放っていたチャーシューの登場です。チャーシューは薄切りではあるものの、一枚一枚がかなり大きめのチャーシューで、口に含んだ瞬間肉を食べている感を感じられるジューシーなチャーシュー。また脂身の多いチャーシューだったため、スープの背脂と一緒に食らうとより危険さが増し、中毒性も抜群。本日この後もう一軒食べに行く予定だったので、ライスは注文しませんでしたが、濃いめの味噌スープ、脂身の多いジューシーなチャーシューはライスと一緒に食べたくなる男の料理といった感じで、次回は必ずライスも注文しようと断固たる決意を安西先生に伝えたところで、後半に差し掛かり、卓上に貼ってあった紙に書いてある毎回気になっていた調整スープがどんなものなのか、今回はお願いしてみることにしました。やってきました、こちらが調整スープです。調整スープは動物系だしから取った割りスープのようなスープで、濃厚ドロドロスープにかけて食らってみると、調整スープを全部入れて一般的なラーメン屋さんのスープと同じくらいの濃度になった印象で、映像でスープの濃度を比べていただきたいのですが、こちらが調整スープを全部入れた後で、こちらが調整スープを入れる前の油ギタギタで注文した際のスープです。明らかに濃度が違うのが伝わるのではないでしょうか。話は変わるのですが、チャンネル登録者数800人を無事達成することができました。チャンネル登録をしてくださった全ての方々、本当にありがとうございます。 YouTube を始めた時からずっと目標にしているチャンネル登録者数1000人を達成したら、北海道に味噌ラーメンを食べに行く目標も残り200人を切り、かなり現実的な目標になってきました。最近はネットで北海道の味噌ラーメンのお店を調べたりして、すでにイメージトレーニングは完了している状態なので、まだチャンネル登録がお済みでないラーメン好きの方で、応援してやってもいいぞという方がいましたら、この機会にぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。またいつも
高評価やコメントをくださる方々のおかげで動画を作るモチベーションを保てている部分もあるので本当に感謝しています。引き続き海とラーメンチャンネルをよろしくお願いしますと語ったところで、本日も大変美味しくいただきました。いかがでしたでしょうか。成竹さん、本日のまとめになりますが、スープは背脂ラーメンのお店の中でもたっぷり背脂を使っている印象で、味噌のドロッとした感じも合わさって液体というよりは半分固体に近いようなドロッとしたスープで、濃い味好きこってり好きの私カイトにはたまらない美味しいスープでした。麺はそんな濃厚ドロドロスープの存在感に負けない歯ごたえのある太めの麺で、スープとの相性も良く、こちらの麺も私カイトのツボにはまる美味しい麺でした。チャーシューは薄切りではあるものの、一般的なラーメン屋さんと比較して大きめのチャーシューが入っており、ジューシーなチャーシューはライスと一緒に食べたくなるようなチャーシューで、結論としては醤油ラーメンも美味しいのですが、個人的には味噌ラーメンの方がさらにツボにはまる美味しさで、こってり好き濃い味好きの方にはぜひ一度行ってみていただきたい美味しいラーメンでした。今回は池袋駅からのアクセスと街並みを撮影してきました。池袋駅はメインの出口が西口と東口があるのですが、成竹さんは東口から出ると分かりやすいと思います。最後に、このチャンネルでは全国のラーメンを皆様に紹介しています。大きな目標としてチャンネル登録者数1000人を達成して北海道に味噌ラーメンを食べに行くことを目標に、 YouTube を始めてからずっと頑張っています。今現在の目の前の目標としてチャンネル登録者数900人を目指して頑張っていて、北海道に味噌ラーメンを食べに行くこともようやく現実的な目標になってきたところなので、ラーメン好きの方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。またコメントをいただきましたら基本的には全て返信をしているので、ぜひコメントもお待ちしています。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。